前かよ。つるくん使っていいのか、街中でこんな魔法を。やばい、切れてる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 。キャパオーバーしてる、キャパオーバーしてる、キャパオーバーしてる。強すぎ強すぎ、あん、多分で強すぎる。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは月が導く異世界道中第2幕第4話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました月道2期ですね。今回も楽しんでやっていこうと思いまして、先週先々週までは、勇者パートというわけだったんですけれども、今回から若様パートなんじゃないですか。若様、ついに先生になるんですね。若様、さあさあさあ、先生になるということで、まあまあまあ、何を教えていくんだ。若様喋れないというのに、若様、若様、人族の言葉は喋れないというのに、これはどうしていくんでしょうかっていうところで、まあ習いに行くはずが教えに行くはずみたいな、結構なんかとんでも展開が待っているんじゃないかということで、まあ今回若様どんなトンチキ展開が待っているのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて、トモエ、前回ラストで、だからここに繋がるのかな。若様が倒れてる。あ、料理か。あ、もうさあ、さあさあさあ、そこが被害に遭うかもしれない。そうね、竜殺し、そうね。ああ、また会える会える。本当に忙しいなこの二人。巴の働きっぷりがえげつないからな。さあ、あの後からっていうとこだよね。勇者がどんだけ強くなってるのかっていうのも重要だし、いつ交わるかだな、マコロたちと。さあ、トモキ、まだまだ話は続きそうっていうか、結構広がりそうだよね。なんかいろいろと登場人物多いし、この感じだとまだまだ風呂敷広げる気なんだな。さあ、で、そうだ、この砦のところとか、マコロたちどうなんだろう。敵なのか味方なのかって感じになっちゃってるもんね。OK、 異世界道中第2幕制作委員会、レッツゴー。ロッツガルド中央都市、そうだ、お店出すんだっけ。でもなんか、まな、なんか勉強もしたいみたいな。さて、お、あらあら、うん、あー、誰しもが恵まれているはずなのに私だけっていう思考に陥るのに、あの子だけ諦めてる。なんだ、喧嘩？急にどつく。お、やばい、そうだ、声が出てないから、見えてない、目に入っていない。あら、代わりに。すごい偉い人？ああ、制服なんだ。
ああ、そうね。しばいてると思う。そうね。お？怖い怖い怖い。四季も。あ、そっちだ。やばい。そうだ。すごい。発想がやばん。よかった。安心した。悪サイドです。常識人でありながら。ああ、怖え。そうね。お、杖だ。うん。飛ぶ？あ。ん？やばいやばい、ヒューマンの文明が遅れていることが。遅れてるんだな。おう。すごいな、とんでもない出力。使っていいのか、街中でこんな魔法を。多分ダメだと思う。おう、カウンタースペル。やばいやばいやばい。うん。何なんだろう。はい。球児。あら。いいね。まあそうね、なんかちょっとつっけんどんだったけど、まあ確かに多分若様の、そうね、結構多分常識外れてるから降ってこない。ああ、優しい。結構なんかプライド高めなキャラではなかったっけ。なんか極めようとして、魔法に関しては結構一過言ありそうだけど、うん、わお、ちょっと若様の顔が怖いよ。なんかちょっとあんまり、ちょ、やっぱり刺激しづらいな、怖いな若様。うん、まあ、そっちなの？ん？教えられなくない？なんか魔法学ぶみたいな話じゃなかったっけ？基礎。はいはい。あ、そうなの？じゃあ。うん。なに？手違い？あ、やばい、手違いだ、これ。何してんの？うん。もう起きてるんじゃないかな。大丈夫かな。時すでに押すし。落ちちゃうんじゃない？でも。まあ、四季なら通りそうだけど、どうなんだろう。うん。そうね。レベル1です。ごめんなさい。
うん。ああ。あ、まああるだろうな。まあいるだろうな。やばい、切れてる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 。ああ、やばい、ブブ。あ、やばい、ブブ、受けちゃう受けちゃう受けちゃう。やりすぎやりすぎやりすぎ。そうね。それはそう。それはそう。やばい。ちょ、指揮も爆弾だったわ。割とまとも寄りだと思ってた。常識のある悪の使いかと思ったら、しっかり悪の人間でした。まあ、それはそうね。わお、バチってるな。うん。何するの？戦術。あ、実技100で。あ、そうです。町一個潰してきたんで。町一個潰したのは従者だ。うん、実技100で。お？やばいやばい。やばいやばい、白つけようとしてる、白つけようとしてる。四季、四季。四季がもう赤ちゃんすぎるって。僕のパパはすごいんだぞ、みたいな。はいはい。うん。あ、鬼滅は？ I see？ わからん。多分ない。帰ればいいんじゃないの？危険云々よりも。うん。戦闘。はい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 。わお、自給自足。サバイバルか。条件は？はい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 。クリッチ見て、クリッチとは違うか。まあ、三つ集めろってことね。宝探しだ。まあでも、この他の三人も多分これ挑むってことは相当自信があるってことだよね。でもどうなんだろう。ヒューマンなら、ヒューマンの試験ってなると割と簡単なんじゃないかって思えてくる。まあ、そうね。あそこはちょっとやばかったよ。うん。わお、だいぶ探索広がってるね。こんなに広く探知できるんだ。うん。うん。はいはい。破裂しそう。え？あ、ちょっとキャパオーバーしてる。キャパオーバーしてる。キャパオーバーしてる。若様想像以上に強いよ。多分、パワーが。多分壊れちゃうって。キャパ超えてます。青は？弓か。あ、壊れちゃう。
強すぎ強すぎ、あ、多分ね、強すぎる、キャパオーバー。多分人族の測りではもう測れない、あなたは。もうすでに掴んじゃっていいんじゃないの？え？無理じゃん。すいません、試験の方、壊れちゃった。かわいそう。強めに痛いタイプ。あ、これ3人寝てそう。3人寝てそう。あらあらあら。魔物も全く問題ないね。どう捉えるかだな。もう網にかけるしかないかもしれない。うん。なんだ？貝の外にいる？てか結構飛んでるね。わお。あははあ、面白いな。さすが、若様。さすが若様。さすが若様、面白いな。そう。さあ、軽く？え？変異すんの？やばいやばい。もう、そうね。指輪投げちゃうか。もう。うん。もっと心で捉える。お！オッケー。すっごい気使うなぁ。うん。でも危険はベルなんだよね、多分。かすめるのか。ジャックブリッド。ジャックブリ。いいね。さあ、問題は物理だよ。問題は物理じゃない？お？すごいな。集中力やばそう。増えた？助けに来たのかな？何なんだ？もうなんかサバイバルとはだな。ああ、人がいるな。忍者？やばいやばい、もう、縁強すぎる。お、掴んだ。さあ、もう素手で掴む。硬すぎる。ナイフをこう掴むってもう、硬さがおかしい。おう。切れてる？呪詛？毒？やばくね？やばいやばい、ベンズの中型、これはゾウも一撃で死ぬんだけどな。うん。おう。ごめんって握ったら折れちゃった。やばい。もう速攻性の割にはピンピンしてるけど。ベンズの中型。中？あん、なるほど。暗殺者ギルドなんていうものがあるのか。動けない？
それはそう。それはそう。うん。あ、強い。そうだっけ？毒無効？やべ、グーパーされるかも。綺麗な星だぜ。ちょっとやっぱり身体能力スペックがおかしいな、若様。ちょっとおかしいよ。あ、機械、ゾウだよね。難しいよね。魔力を収めないといけないんだ。コンってすれば、お、いける？足りない？決める？いける？オッケー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 。やった！クリア！クリア！クリア！やばい、おたけびで砕けた。もう、あの、力をセーブするために。力をセーブするためにこんな、でもなんかこの状況って誠すごい怪しまれそう。お前がやったんじゃないか？他三人を脅したの。ん？危険じゃないですけど。うん。うん。あ、そうなの？え？しかもめっちゃ力セーブして。あらあらあら。あ？なに？小萌ちゃん。で？あ、よかったよかったけど、講師になるのかな？うん。あら。うん。だが？何？なんかある？あ、ん？給仕の人？うん。わーお、抜けてきちゃった。さあ。わお、これオープニング似たよね。あれ？なんだっけ？別のキャラとの絡みだったよね、多分。エヴァ。オッケーオッケー。まあ、想像以上に爆弾だっていうことが明らかになりましたね。さあ、この子、この子ちょっと違うか。さあ、でも多分あの生徒たちと向き合っていく必要が出てくるっていうか、多分人への理解パートだろうな。やっぱり相入れないものだったり、あんまりいいものではない存在っていう風に認識していた誠の認識を改めるパートではあると思うんだよね。この人だよね、多分。さあ、これが生徒たちか。誠の生徒。さあ、でもまだ勇者とは絡まなそうだなあ。さあ、あら、四季に憧れる女の子もいるわけね。四季魅力的だよね。優しいし、ちょっとやっぱりなんかあの上司二人が過激なだけで四季もしっかり過激しそうでしたね。いいね、四季好きだよ、そういうところ。柔和なようでめちゃめちゃ過激、好きです。はい、次。オッケーオッケー、授業パート。な、バンとしてボンだみたいな。感覚でしか教えられなさそうだけど大丈夫？はい、
というわけで見終わったわけなんですけれども、なるほどなるほど、こういう形で学校に通っていくっていう流れだけど、誠はちょっと不安ではあるよな。なんかちょっと怪しいよな、結構。やっぱりメンタルがちょっと怖いよね。正直怖い、本当に。どこでスイッチが入るかわからないのかが本当に怖い。うん。なんか本当にむき出しのナイフをこうやってるみたいな感じだもん。危なくないよとか言いながら、本当に危なくないんだけど、誠の中の認識では。別に危なくなくない？こんなナイフ傷つかないしって言ってるけど、他の人からしたらもうそんなもの振り回さないでくれっていうような状態であるわけですよ。それがもう普通に歩いてるみたいな状態だから、ちょっと怖いよね。でもやっぱり人間に対していい印象を持ってないから、ああなるのも仕方はない話ではあるんだよね。ヒューマンやっぱり歪んでるからさ、それでいてかなり亜人にこう肩入れしている存在ではあるから、まあ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 、なんかちょっと、なんかスイッチ入っちゃうのはちょっと怖いなっていうところであるんだけど、まあよくテンスラとね、やっぱり似てるなっていう風に思ったりもするんだけど、そこら辺はちょっと違うよね。やっぱりテンスラのリムルはどっちかっていうと、もう最初から橋渡し、人間の魔族も仲良くみたいな雰囲気でもあったんだけど、でもやっぱりこれって割と出だしがかなり人間に対する悪感情みたいなものを抱かせるように描いているよね。なんか結構根深い差別意識があるし、それでいてやっぱり人族はやっぱり他の存在を見下すっていうところがあったりなかったりするわけですよね。浮いてるぜ、すげえだろ、俺魔法使えちゃうんだぜみたいなところ、かなりやっぱり魔法としてのなんか練度が低いというか、遅れているよね、魔法文明的なものがね。まあ他の文明がかなり先を行ってるのに魔法だけ遅れすぎではないのかっていうふうに思うところではあるわけなんですけど、でもここで誠が絡んでいくことによってヒューマンにも理解がどん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 いって、まあ亜人に理解がいくかどうかはさておいて、まあかなり人族のこの魔法文明的な魔法連動みたいなものは上がっていくんじゃないかなっていう風に思う。まあでも誠がちょっと規格外すぎてどうなのかな、教えられるのかな、そこら辺を四季がサポートしていくっていう流れになっていくのかな、どうなんでしょうね。まあとはいえかなりまあうまいことをやっていけるんじゃないかなと思う。四季がいればなんとかなると思うけど、まあ四季も結構悪寄りだよね、結構過激派だよね。なんか巴と美桜に比べたらまあおとなしい方かなと思っても、やっぱりやっぱり悪の存在であることは間違いがないわよっていうところではあるよね。なるほどなるほど。でも四季のそういうところ好き、すごい穏やかなようでめちゃめちゃ過激なのは好き。いいね、四季イケメンかっこいいよ。いやーでもどうなんだろうな。でもなんかちょっとでも怪しまれたりとかもしそうだよな、あの感じだとね。なんかあんな3色持ってくるなんて不正してるんじゃないの、暗殺者ギルドに頼んだはずだぞみたいな。まあ多分他の受験者からしたらそう思われても仕方ないけどね、あの試験官の人が依頼したっていうなら、まあかなりバビるよね。え、暗殺者どこ行ったのみたいな宇宙になってましたみたいな、星になってましたみたいなことがありそうですけど、いやまあでもこっから多分人間を理解していって魔法を教えていって、心の変化を描いていくっていうところで、まあ勇者がどこで噛んでくるかですよね。勇者を描写したっていうことはもう今期で勇者を絡めていくっていうことはほぼほぼ間違いないわけで、まあ2クールやるんだっけ、2クールやるっていうならまあそこら辺でいろいろと絡んでいくところまで見れていくのかなっていうところではあるわけなんですけど、いやでもやっぱりいろいろと気になるよね、こう見てるとね。なんか怪しいところをすごい感じたくもないかなっていう雰囲気はあるのかなっていうところではありますよね、見ててね。いやでもこれ気になるな、マジでどうなるんだろうな、本当にどう着地するかだよね。かなりでもゆっくりペースですよね。なんか前期はかなりテンポが良かったなっていうところがあるんだけど、多分今期って2クール、連続2クールやるっていうくらいだから、多分それに合わせてかなりゆっくりゆっくり今回は丁寧に描写できるぞって感じになってると思うので、まあちょっとまあ結構多分1話1話はかなりゆっくりゆっくりやってるから結構浅めになっていくかもしれないけれども、徐々に徐々に進んでいくにあたってね、分かってくることも増えていくと思いますので、楽しんでやっていきましょう。以上、月が導く異世界道中第2幕第4話でした。バイバイ。